俳優の坂上忍が出演する5日放送のフジテレビ系バラエティ坂上動物王国3時間 SP 午7時は坂上のビッグプロジェクトが始動する。寄付金に頼らない保護活動の自力運営を目指し、2022年4月に開業して以来、坂上屋では動物と人間が一緒に楽しめる期間限定の坂上屋カフェや、坂上がプロデュースをする動物と暮らすための家、坂上ハウスを販売するなどの活動を行ってきた。そして今回、番組スタッフも仰天したビッグプロジェクトがスタート。坂上屋の命運をかけたある挑戦が始まる。そのビッグプロジェクトについて、坂上は坂上屋カフェの常設店のオープンだと明かす。これまでは既存の店とコラボレーションし、期間限定で坂上屋カフェをオープンしてきたが、今回はなんと坂上屋の単独かつ常設で坂上屋カフェをゼロから立ち上げるという。これにはスタジオで VTR を見ていた高橋海人、キング&プリンス、コーイコールはしご高やゲストの赤楚衛二も驚きの表情となる。さらに出店場所もすでに決まっており、その場所について坂上はなんで入らせてもらえているかわからないと話す。名だたる店が並ぶ中、坂上屋カフェもそこに名を連ねるというが、果たして出店場所はどこになるのか。そして坂上が今回は01だから美味しいものをどうやって作るかと話すように、この挑戦には高いハードルが。今までは既存店のメニューをアレンジしていたのだが、今回は当然ながらゼロからメニューを開発しなければならない。そんな大きな挑戦を前に、坂上が目をつけたのはパン。